時は令和6年春舞台は季節外れの海岸沿いにございますあるペンションこちらの方に4人のどう見てもダンスサークルとは見えない大学生がやってまいりますすいませんすいません出てまいりましたのが 従業員の清水健次でございます。この清水健次がこの大学生の応対をやっておりますと。大学生たちが気になるわけですね。どうしてこんなあ人気のないようなところでペンションをやっておられるのですかこんなもので経営がちゃんと成り立つんですかと。こういうことを尋ねますと、いやいや、逆にあなたたちは何をしにこちらの方に来られたんですかいや、こういう人気のないところだから、ダンスのレッスンにはちょうどいいんだと。 こういうわけでございますね。では、私たちは実はですね、えー、こういう人気のないところだからこそ、心に悩みを抱えた者たちが、えー、その傷を癒しにやってくるわけでございます。そんなことを話しておりますと、遠くの方からやって参りましたのが、ある一人の男性でございましてね。この男性、見たところ、普通の男性なんでございますが、よく見ると毛髪が大変に薄い。 大学生たちは思うわけでございますね。おそらく、あの方は、あの薄い毛髪が、それが悩みで、その傷を癒しに、このペンションにやってきたんだと。決してそうではございません。この男性、失恋の傷を癒しにやってまいりました。部屋の方に案内されました。そうするとまた一人、今度は女性でございますが、やってまいりました。この女性、 随分と殻が大きいのでございます。おそらくあの殻の大きいのが悩みなんじゃないか。太りすぎたのが悩みなんじゃないかと言っておりますと、何を隠そうこの女性も失恋の傷を癒しにやってきたんでございます。部屋の方に案内されます。するとまた遠くの方からやって参りましたのが、 ある奇妙な男性でございます。下半身は歯磨き粉のようなスパッツを履いておりまして上半身にはピチッとした黄色のシャツを着てございます季節外れの T シャツでございますけれどもこの男性何でも全国を旅して回っているというね。 ええ、旅人でございまして、名前を秋助と申します。この男性、どうしてもこちらのペンションで働きたいと、ええ、こういう風に言うもんでございますが、従業員の清水賢治は、いえ、私は何の権限もございません。オーナーに聞いていただかないと。あ、オーナーがいるんですかと言うてるところにオーナーがやって参りました。田畑正人でございます。この田畑という男、デコが、 ものすごく出ております。デコっチでございましてね。ただ心はものすごく優しい。この秋助をいいじゃないかと働けばいいじゃないかと住み込みで働かせることになるんでございます。そしてこのペンションのオーナーがお客様の心をどん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 傷を癒してまいります。そしてこのペンションにある2人の女性がやってまいりましてこの女性が来たところでこのオーナーに。 問題が発生するんでございますが、果たしてその問題をこの秋助が解決できるのかどうか。この私も森田信吉として出演しております。果たして私はどんな役なのか、ぜひ本日の放送を見て確かめていただきたいなと思います。本日は秋助のコーヒーとスパッツはいかがですかという吉本新喜劇のあらすじでございます。 このあたりで読み終わりといたします。忍者講談師、極道南丸でございました。